こんにちは、八村塁です。本日もよろしくお願いします。さあ今日はね、これはこの間母親が持ってきてくれたサバ缶。醤油で味付けがしてあるやつね。それとセブンでたくあんとべったら漬け買ってきました。これをご飯の上に乗せて食べようと思います。うまそう。ああ、香りがすごいね、これ。べったら漬けの香りが、1、2、3、4、5、5枚、5切れずつ入ってますね。これをちょっと調理しますんで、今から。1。いやー、嬉しいね。こんなに漬物をね、独り占めできるなんて。3、4、5。これはいいぞ。一回なんか江田島の方に行った時にやりましたよね。漬物弁当言うて。3、4、5。はい、完成しました。本日のお弁当、漬物お弁当でございます。はい、じゃあいただきます。つかむ、た、つか、たくあんから。うん、うまっ。僕、たくあんよりね、べったら漬けの方が好きなんですよ。ああ。こりゃうまい。よいしょ。これはね、どこ、何産でしょうかね。あ、フィリピン産だ。原産国フィリピンって書いてあるわ。はい。ゴロゴロ入ってますよ。でかっ、でかっ。うん、うまい、うまい。うん、骨まで美味しい。うん、きれいな、これ。うん、まうんうん、全然うまいよ、これ。うん、おいしいね。
あ、でもたくあんも美味しいわ、やっぱ。うん。いや、ベッタラ漬けの方がちょっと塩辛いですね。うん。やっぱいいわ、漬物は。うん。今日の昼飯代200円ぐらいでした。今の漬物が200円。あ、美味しかった。はい、ということで本日は、はい、カメラが最後の最後で切れました。はい、ということで本日は、たくあんボリボリ、たくあんと、サバの醤油煮と缶詰ですね、そちらをいただきました。とっても美味しかったです。ごちそうさまでした。